それでは始めていきたいと思います。皆さんこんにちは。今日は、ね、秋生のガイダンスということでありまして、僕がやっていくガイダンスというか講座の方は担当コンプリートという講座になりまして、これからやっていって担当に受かりましょうと、最低限担当に受かりましょうという講座なんですね。それについて一応概要と、あと今日講義進行少しやっていかなければいけないので、どんなことをね、大体入門講座一番最初にやるのかなっていうところをね、見ていただいて、そしてもしよければ、選んでいただければなと思っております。で、今日配ったものがあるかと思うんですね。で、それに従って少し、ちょっとね、確認していこうかなと思うんですけども、まず一つ目ですね、これはありますかね。秋からこう学ぶ、体験版プレミアム模擬講義と書いてあるんですけども、これはそうですね、第1回目の全体講座の一番最初にね、やるようなこと、ものをついてね、ちょっと含めて書いてあるものなんですけども、で、これを中心にまずやっていきます。で、そして、そうですね、これずっと見ていただくと、こういうね、文字で書いてあるものと、いかにもね、これパワーポイントでしょっていうところが後ろについてるかと思うんです。通常であるならば、このパワーポイントを使いながらね、1回目の全体構造でやっていったりするので、これ暫時ね、僕の方で、こちらの方のパワーポイントの方は広げて見ていきますんで、皆さんの方はできればこちらの方の1ページからですね、そこを開いていただければよろしいかなと思っております。では早速ね、やっていこうかなと思うんですけども、さて、これからお勉強して5月の試験に受けるということになりますので、あと何ヶ月間ぐらいでしょうかね、1年切っておりますので、8ヶ月間ぐらいしか試験がないということですね。で、実際上担当式試験8ヶ月で受かるかというところよく聞かれるんですね。で、試験時間どのくらいかかりますかとか、あとそうですね、箇所分時間どのくらいかかって勉強しなければいけませんかとよく聞かれてきます。で、まずこれについてお答えしようと思ってるんですね。レジュメの方は、皆さんの方はね、こちら、1ページのところ、書いてあると思うんですけど、こちらちょっと見てください、ね、時間どのくらい必要かということです。で、旧試験というのは昔ありました。平成13年までが旧試験ですかね。そう、選択免除もなくって担当免除もなくってという、ガチの試験ですね。で、論文式試験は、条約も、加味されていて、かつ選択科目、これも全員が受けるという時でありまして、3科目受験しました。で、この時は大体3000円ぐらいですかね、かけながら受からないというこれ試験でした。今どうかというと、1000というのは、ちょっと大げさですかね、1500あったら多分論文まで行くと思います。半分ぐらいです。で、かなり違うという感じがするんですけどもね。じゃあ担当式試験はというと、800から多分1000ですね、あればなんとかなるこれ試験になります。で、そんなに、難しくないかというと、今の試験って割と担当さえなんとかなれば論文って受かりやすいんですよ。問題が簡単かというと簡単ではないんですけども、受験生のレベルってちょっと怒られちゃうけどね、論文の試験のところがちょっとね、担当に近い形の方が受かりやすいので、そんなに書かなくても受かってしまうというのが現状なんですね。ただこれどうなのかな、やはりね、論文についてはちゃんと資料して書いてもらいたいというところが最近深いんでしょうね。だんだん令和に入って、特に 2,3 年ぐらいからですかね、少し試験傾向変わってまいりましたね。で、論文についてもちゃんと書けという試験に変わってきてるんです。だからこのね、浸透がずっともし行くようになって、受験指導が変わればっていうことですよ。変わって腸の見解に近い形にもしなるんだったら、ちゃんと書かないと受からないという試験になるかと思うんですね。ただ今はまだ過渡期なんですよ。通常通りの受験の指導で受かってる方、じゃあ担当受かってる方結構いらっしゃいますんで、この方はパッと受けてますん で相対評価でしょ、だいたい 25% 受かるということになっておりますんで、そんなに深く書かなくても実は労務式試験で受かってしまうんですね。だから担当さえなんとかなればっていうところです。で、論文は受かりやすいってことになるでしょうね。この講座ですね、一昨年受けた方がいらっしゃいまして、何ヶ月かな、担当から始めていって、このくらいよりもっと後ですね、勉強し始めて、そして論文まで受かってしまったという方がいらっしゃるんですけども、8ヶ月間ぐらいですかね、担当まで受かったという方がいらっしゃいますので、やり方によってです。担当さえなんとかなれば今の試験は受かりやすいと本当に思ってます。そこはね、あとは論文式試験は読み方だけなんです。いかに早く回答を出すかっていう勝負になってますからね。今そんな試験の傾向ということになっておりますね。で、それのことはずっと書いてありましてね、時間的にもこのくらいでいいというところになるかと思うんですね。じゃあ
勉強する際の素材ですね。でどんな素材があるならば足りるかというところになります。でこれがちょっとね書かせていただいたんですけども、そうですね、大体これかな。通常使っている教材っていうのはここに上がっているものだと思うんですね。一つは特許庁の築城解説というのがあります。通称アウフンですね。ところね、使って受かりましたという人結構いらっしゃることは確かですね。ただね、誤解のないように、あの最後の最後に確認したっていう書物です。これ辞書みたいなもの、英和辞典とかそんなもんですね。これをガチにずっとやって英語ができるっていうわけではないでしょう。単なる確認書材のこれ問題です、の書物なんで、これはね辞書として用いてもらいたいっていうだけです。あのただ私はね旧試験で受かってますので、当然これの勉強ってずっとやってるんですね。だから講義の中で言いますんで別に買う必要性もないし、別に今ダウンロードでタダでできますんで、やらなくてもまあ授業で喋ってるなというところであります。だから築城解説はなくてもいいのかなと思います。ただ絶対買ってもらいたいのが法文書ですね、条文です。まあ、これはないと試験受けることにはできませんので、これぜひ買ってもらいたいというところです。ただね、また今回改正になるところがあるんですけども、まだ変わってる条文書はないんですね。だからもうちょっと経ってから買ってもいいのかもしれません。今は既存にもうやってる方はね、それに従ってやればいいと思うんですけども、法文書についてはもうちょっと経ってから少し、買ってもらってもいいのかなと思います。新しいものが出てきますので、衣装も新規性創始の例外っていうところが変わりますしね、あと商標についても変わるところが結構あって、実は極めて論点が多いんです。簡単ではないので、当然こういう事業をやるに際して産業構造審議会の見解ってずっと見てるんですよ。見ると本当に深く議論されています、先生方がね。で多分それが試験出てくるわけです。ただし表に出ないものなんであまりわからないっていうところでしょうね。最終的に試行になって改正本って出るんです。改正本出るんですけども、そこの審議過程まで反映したものがパッと出るわけではありませんので、その深いところはわからないと、本来なぜ改正になったのかと、なぜこんな議論があったのかというところはこれ分からないんです。で最近の試験ってそういうものを聞いてきたりするでしょ。あと改正になってパッと条文見た瞬間分かるかというと、実は分からないというのが結構あるんですね。まあ、その進化点についても説明してまいりますので、まあ、できればね、講義をずっと休まないで聞いてもらいたいと思います。必ず喋りますんで、審議過程とか、あと今までの改正の流れですね、これ喋ってまいります。そうね、私は法学部なので多分一番違うところですね、多分先生と、結論だけ言うなら同じだと思います、そこは。ただし思考の過程ってやっぱ違うんですよ。なぜこれ問題となって、なぜこの結論になるってことを考えるところはちょっと違うのね。あと極めて改正の経緯って私はすごく重視しています。まあ、いわゆる流れですね。これがないと分からないんですよ。産業財産権って毎年毎年変わるでしょう。問題があったんで変わるんです。でどういう問題があってどう変わったのかと、年度によってこれ毎回毎回変わってるんですね。一番分かりやすいのはね、少し勉強された方ね、関連省っていう遺書の制度があるんです。平成10年に変わったんですね、変わったと。で今でも関連省と言ってるんです。令和に入ってまた変わったんですね。一回平成18年改正あって、まあ、これはあまり変わらなかったんです。まあ、セルシーはあまり変わっていない。でも令和になってしらっと変わってしまってるんですけど、そこも大改正ですね、全く違う制度になってます。だそれがあまり書いていなかったりするんですね。となると分からないと思うんですよ。どういう制度になって流れていったのかというのが分からないと、多分これ分からないんでしょうね。でこれが一番怖いところなので、改正経緯はずっと喋っていきます。でこれ結構ね極めて重要なんですよ。受かっても皆さん言うのが、結論さえこれ分かればいいっていう人結構いるんです。実務で解けますから。だけどね、どうせ忘れるんですよ、受かった後って。忘れるんだけど、その改正の経緯とか流れっていうのは絶対これ忘れないんですね。でそこからいろんな問題で実は解いていったりしてるんです。実務系もそうね、あと論文の問題もそうです。そこから出ていいんです。まあ、それについて少し喋っていこうかなっていうのがこの講座になるんですね。じゃあ他にテキストいるかというと、一つはここに上がっていないんですけども、過去問集ですね。まあ、これはレックの過去問集、ぜひ買ってみてください。講座についてるのかな、今年は。つかないんでしたっけ。あ、つかない。ぜひお買いください。4500、600円でしょ、多分ね。一冊。4500、600円なので、買って全く損はないです。レックが多分一番いいと思いますよ。別に、レックで働いてるからそういうことを言うわけではないですけども、通常多分これ買うと思うんです。
レックの加工文集ですね。これはないとちょっとこれは問題となってしまいます。ぜひ買ってみてください、ね、でそれ以外はほぼ、私はずっと自分のレジュメで喋っていきますので、共通テキストと書いてあるのはレックのどのサイズも使うテキストになります。でこれを使ってもいいんですけども、担当特化でさらにある程度論文までとなると自分のレジュメでまとめと喋りやすいんですね。そこでこの佐藤レジュメと書いてあるところで、これについて私はずっと使って喋っていきます。でそれがここに書いてあるプレストというレジュメになるんですけどね、これ、まあ、これは入門の今年はあれですね、春先使ってるやつなんですけど、ほぼ同じです。中身は同じです。あの担当と論文共通事項について担当的プラス論文的に書いたものですね。であまりこれはないんですね、世の中にはなくって、改正経緯あるいは今となっては出てこないような昔の問題ですね、基本問題というのがあります。で担当はね、10年分何回何回通っても解けない人っているんですよ。でそれはなぜかというと、本当の基本問題ってこれ潰していないんです。で私はそこまでやってるかというと、もちろんやってますけども、基礎的な問題ってあるんです。何条何項はこれが基準問題だとあるんです。その基準問題を単に応用発展させてるだけなんですね、今の問題って。でそれから出てしまった問題は実は誰も解けません、解けません。あくまで基準問題についてそれを応用して解いてるだけなんです。でその基準問題解かないで新しい問題暫時やるから皆さん受からないんですよ。で多分講座だけたくさん取ってしまって終わるというパターンなんですね。それがいけないんです。で基礎的な問題について深く考えていって、なぜ出たかというのを考えるんです。担当もそう、実は論文もそうです。で深く考えていって、なぜ試験の先生はこれを聞いたのかとまず考えます。考えていって、まあ、その後ですね、まあ、通常だったら多分そうだな、結論パッと回答例見て条文何条に書いてるかで丸だと多分やると思うんですよ。間違いではない。で間違いではないし、大体ね、司法試験だと書試っていう試験があるよね。書試はどっちかというと暗記に近いんですよ。で弁理士もそっちに今近いのかな、どっちかというと。でも司法試験は一部考えるんですね。でそのところはちょっと違うので、その考えるところってやっぱないと解けなくなってくるんですよ、新しい問題って。できればあの暗記は、ね、限界がやっぱりあります。それはできればそこから考えていて解くというところになる訓練をしたいと思っていまして、まあ、それを作っているのがこの佐藤レジュメという中身になります。あの条文だけではなくって、なぜこうなるかと、なぜ丸になるか、なぜ×になるかというところについて細かく、ね、説明していきます。じゃないと多分予備校来てもあまり意味がないと思ってますよ。だって条文だけでやるんだったら自分でやったほうが絶対早いですよ、間違いなく。あるいは、論文の過去文集ね、回答例だけ見て書くんだったら予備校来るよりも見た方が早いですよ、すれば絶対に。じゃあなぜ来るかというと、なぜこの問題通ったとか、あるいはなぜこういう結論になるとか、条文じゃなくてね、これを聞きたいんではないんでしょうかねと自分はそう思っているんですよ。で自分の受験生の時もそういうところは極めてね、当時はねそういう先生あまりいなかったですね、いなかったのでいろいろ探しました。で探して結果としてはね、自分の一番最後に当たった先生がそういう思考を持っている先生だったんであったっていうところでしょうね、まあ、それが今に至っているというところになりますので、極めていい思考というかね、あの合格してからも多分使える思考になります。でこれを鍛えるのがの基本レジュメというところになります。でこれをね配りますので、あと基本書と書いてありますけど、これは買う必要性がありません。あの世の中にたくさんの基本書と出ています。例えば特許であるならば、昔は吉売先生の本ですね、まあ、今はこれは出ていないんですけど、中山先生の本出ていたりしますけど、極めてこれ難しいんですね。司法試験の受験生用に書かれていたりとか、学者向けに書かれている本でありますので、見てパッと分かるかというとかなりこれ難しいです。でこれについてちゃんと咀嚼してレジュメの方にまとめて書いてありますので、そこで説明していきます。で一般法を含めてこれ分からないと解けないというのが結構あのね、まあ、それについてまとめてもらってまとめて説明していきますので、そこは大丈夫かなと思っておりますね。まあ、そんなねレジュメを配りながらずっとやっていくんだぞというところになるんですけども、今見たのはこの辺ですかね、特徴になるんですけどね、これは押し売りではないけど聞いたことがある中身なんですけどね、1年間で合格するための学習と私書いたと思うんですよ。特に論文ですね。で論文式試験はどういうところが考慮になるかというと、3つあると昔言われてました。旧試験です。1つは知識です。知識、あこれを聞いてるなっていう知識がなかったら解けません。今これがあれば多分ね論文いけちゃうんですね、知識だけ。あと観察力と2つ目に書きました。観察力、
通常じゃないことが本試験でちょっと変えて出てくるんですよ。でそこは気づかない。今年もそうだね。今年の衣装って三条一項柱っていうのが出たんですよ。工業上利用性ね。で三条一項柱っていうところと工業上利用性っていうところちょっと幅が違うんですね。でも試験問題についてはちゃんと括弧で工業上利用性って括弧ついてました。そこって実は争点だったのね。それを書けという問題なんですけども、広く皆さん書いてしまったらしくてですね、本当はそれは台からすればずれます。おそらくそうではないってことなのね。建築物は物品と違って果たして需要増大機能があるかというのを聞いたんです。それを聞いたのに31個柱全体楽しみになると3つぐらいこれ書くことになっちゃうんですよ。そこではなかったのね。でわざわざ括弧ついてんのに感化しちゃったというところになりますんで、怖いですねって思ったのね。そこ見て、ああ知らないんだなっていうところと、何を聞いてんのかってことをちゃんと試験員は括弧につけてんのになぜ気づかなかったのかなっていうところです。でこれは本試験のところですね、観察力っていうところです。通常ではないところが実は聞かれてくるわけです。でも一般の方ってやっぱ自分の常識に当てはめて考えようとするわけでしょ。知ってる問題について書こうとするわけですよ。だから失敗するというのが結構あるのね。でこの観察力結構重要です。あとは文章表現力ですね。これも今通っていないんですけども、書ければすごくいい点数が受かります。60点相当で受かるんだったら表現力は多分必要性ないかもしれません。結論だけ書いてちょろっと書けば受かるはずなので。今だけどこれからね、もし受験生の母体が変わってくるようであればこれ分かりません。旧試験のように文章をちゃんと書けとか、ちゃんと、ね、論章を書けと、論旨ね、流れを書けという試験に変わってくるとこれ分かりません。まあ、そうなるとガチの勝負になりますので、これは分からないぞというところになります。で皆さん受けるときって多分論文だと1年後ぐらい先でしょ。1年か2年後先となると、もう今のいるような主体の人っていなくなる可能性って高いわけですよ。で新しい方が入ってきて、いや少し試験傾向が変わったといってガチで勉強し始めたって話になると分かりませんよ。従来の試験でいいかというと多分違うかもしれないということに変わるかもしれません。そこはね、で私はそれ期待してるんですけど、まあ、それは分からないです。試験との関係で変わりますんでね。ただそれに対してもできるように文章表現力、論旨ですね、これはちゃんとつけていきましょうというところになるかと思います。あと、まあ、これ一応論文ですけどもね、担当のところは下に書いた通り、担当は要件と効果の学問になります。要件と効果、ただ同じところに書いていないんですね。で単を含めて全部これ言えなかったらいけません。あと原則と例外、あと特則ってあるんです。これをパッと聞いた瞬間パッと処理ができないといけないということになると思うんですね。でその上でさらに担当の問題についてはこの2番に書いた通り、必要性と許容性の関係で解けといつも言ってます。必要性と言ってるのは必要性と言ってるのは趣旨ですね。何条何項の趣旨はこれこれこうなるんだ、従ってと解けと言っております。あと許容性、これは条文です。だから2つから解かなきゃいけないんですけども、皆さん確かどっちかしか多分解いていないんですよ。どっちかだけで、そうなるとえって思っちゃうのね。でそうではないというところになりますので、2つの観点で解けと昔からこれは言っていました。学部の中でね言われていました。大学でもしっかりね、あと院に行ってもこれ言われていました。だからこの辺もちゃんと理解してやっていただくと、かなりなんだろうな、上で受かるってことにもなるかと思います。まあそうやっていこうというところですね。で、うまく使ってやろうということになるんですけども、そうですね、あと論文式試験ですね。まあ、今回は担当の講座になりますけども、論文式試験ね。で今の論文って、見たことがないのかな、ある方あると思うんですよ。大昔と違って結構文章は長いんですね。長いで文章が長くてこんな風に長いんです。ずっと書いてあって、これ実務かなっていう感じの、まあ文章が長いんですね。特に特許です。特実という科目ね。でこれをね1時間で解くってことになってるわけですよ。1時間、昔はもっと文章が短くって1時間となっていましたので、まあ読めないってことはないよね、旧試験って。ただ新しい試験はちょっと今長いんですね。特に特許、日曜深夜でどう読むかっていうところです。これね、上から読んではいけません。読み方ってあります。冒頭からこれ読まないんです、ね、である程度読み方があって、読み方さえこれ分かってしまうならばパッと項目が浮かびます。そこだけ書けば今試験は受かっちゃうんですね、実はね。だから論文式試験はそんなに難しいことではないと言ってる通りなんですけどね、まあ、ただ中においてはそうね、深いことは本当はこうだったということをね説明したいかなと思ってます。じゃないと本当の答案って分からないじゃないですかね。まあ、それを説明していこうかなと思っています。じゃあ今日
少しやっていこうかなと思うんですけども、概論ですね。今日知的財産概論ということになりますので、さて、少しね説明していこうかなと思っています、ね、でまず3ページというところです。今日一応勉強の話ですので、知的財産概論について少し見ていきましょうか、ね、でまず財産権ですね。財産権って大きく分けると2つに分かれると言います。一つは優待財産、形があるんです。典型的には動産とか不動産ですね。動産不動産、まあ、これは主として、あの法学部でやる科目になりますね。民法という科目になります。ないしは訴訟だったら民事訴訟法という科目になります。これを扱うというのは通常大学の1年から4年間ずっと普通やるわけですよ。ただし形がなくっても財産権と言われてくるものがあります。これ無体財産、ないしは知的財産権と言ったりします。で我々はこっちを扱ってるんですね。無体財産権で、弁護士さんは有体財産権を扱いますので、扱う対象はちょっと違ってくるんですね。違ってくるということになります、ね、違ってくるのね。だからどうかな、そう、あの資料ってたくさんあるじゃないですか、財産権扱う資料ね。弁護士さん、きっとあと司法書士もそうですね、の先生もいらっしゃいます。で全て大体は有体財産をこれ扱ってるんです。形があるんですよ。で形があるものが通常人間って入るじゃないですか。だからこれの学債ってもう百何十年であるわけですよ。学債、学問全部、学問含めて全部結論がちゃんとあって、あと問題点もちゃんとね議論されていて、すごく研究進んでる分野です。で分野でしたかつてね、今もそうですね。でこれに対して無体財産、いやこれは今から40年ぐらい前かな、うん、昔からあった制度なんですけども、脚光を浴びたのは40年ぐらい前です、うん、もう有体財産って玄関に来たというところでしょうね。物を作った、物を作るとか土地を売ったりとか、あるいは動産を売ったりとかいうことも限界に来ましたので、さて日本何よりかというところですね。そこで見たのが無体財産ってものあるよって気づいたらしいんですよ。特許とか著作権とかね、商標とか衣装っていう権利ですね、まあ、これがあると、これを使ってうまく商売展開できないかと気づいたのが日本より先にアメリカですね。でそこに脚光を浴びたので、いや日本も追随しましょうってなったわけです。今からだいたい40年ぐらい前ですかね。私この業界に入ったのが、今もう60になりそうですから、23でしょ、22だから、38年ぐらい前、まあ、そのくらいに多分あの当時の会社の第1期目の知財部の部員でしたので、そう初めてってことですよね。だからそのくらい前に初めてこういうものが脚光を浴びたというところになるんでしょう。でその時はまだそんなに学問として めちゃくちゃ、ね、深くやろうっていうことではなかったのね。まあ、そこから5、6年経ってからだん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 とこれ脚光を浴びてきまして、いやこれを扱うんだと、会社もこれを取り扱って、企業の財とするんだということをやるようになりました、ね、で脚光を浴びたってことになりますよね。じゃあ無体財産って聞いたことあると思うんだけど、こんなもんですね。一つは産業財産権、産業財産権ね、これ学問体系です。学問の束になります。別に産業財産権という権利があるわけではありません。衣装権、商標権、そんなものの集まりということになります。あの行政法という学問があると思うんですよ。あれと同じですね。行政法という法律があるわけじゃなくて、行政に関する法律はすべて行政法という学問で勉強してますんで、大学ではね、それに近いというものになります。一つは産業財産権、あとは不正競争防止法ですね、あとは著作権、まあ、その他もろもろあるんですけども、弁理士試験に出てくるのって主は産業財産権、まあ、これがだいたい9割ですかね。あと不正競争防止法と著作権で残りカバーしているというのが試験科目ということになるわけです。これが分かるとだいたい他の無体財産権についてもある程度予測ができますので、まずこれをやろうってことになっているわけですね、試験としてはね。さてさて、じゃあね、少し例で考えていきましょうかね。どう違うのかというところです。結構無体財産と有体財産って錯綜というかね、現地によくこれ錯綜しているものってあるわけです。例えば例ですね、レクトの間で DVD オプション、今 DVD オプションないのかな、まあ、全てあのもうこうなんてネットで流れてくるってことになってるんで、つい最近だったのかな、 DVD オプションないしはあのカセットのオプションでもいいです。オプションをね取った、で DVD が皆さんに送られてきたということになり、さてこの場合なんだけど、皆さんってどんな方になったのかということです、で有体財産については皆さんにこれ帰属するんです。皆さん所有権の帰属者ということになります。その DVD についての使用収益処分権限については皆さんにあるということになるんですね。じゃあ
その DVD について何をしても良いのかなっていうとどうでしょう。有体財産については何をやっても構いません。でこの一方で無体財産ですね、そこに加担されているような著作権、じゃ勝手にダビングして売っちゃっていいのかなっていうと話は別ですね。それはレックに留保されているという形になります。でこういうふうに、ね、頂上に絡んでくるので結構見たようであって難しいということになるわけですね。ここね、形がないもんだから何だろうというのはなかなか把握しづらいというところになるかと思ってるんですね。じゃあこの知的財産権と言われてくるものがこの大きく分けると3つにこれ分かれるわけですよ。で3つに分かれるんだけど、さらにこれなんでこんなふうに3つに分かれてくるんだろうかというくだりになります。でこれはいろんな区切りがあるんですけども、そうだな、これ4ページ少し見ていただけるでしょうかね。4ページ、はい、その4番というところで括弧1、法目的はちょっと違ってくるんだというのが書かれているかと思います。日本の法律、特に戦後立法ですね、戦後立法は一番最初に法目的が書いてあります。なぜこの立法がされているのかという目的が書いてあるんです。そこを見ちゃうと大体これ理解できるんですね。特許とはどんな目的で規定されているんだろうか、各条文やって本当に分かりませんという時は最後はそこに戻って考えるんですね。考える、それが一般的になってるんですけども、法目的、戦後立法にこれ必ず一番最初に書いてあります。でこの一方で民法、刑法、当然戦後立法です、明治立法でありますので、そうはなっていないんですね。でちなみにこれからやっていく産業財産権、まあ、特許を含めてのこれ産業財産権という科目体系は昭和34年立法です。昭和34年立法です。あと著作権という科目、著作権は昭和45年立法です。あと不正競争防止法、これは平成5年立法でありますので、すべて戦後立法ということになっておりますので、すべて第1条が目的条項あるということになっているんですね。でどういう目的になっているかというと、産業財産権、特許、実、一生という科目になるんですけども、究極目的は産業の新発展に寄与することを目的とすると書いてあります。だから産業財産権ってことになるわけね。これを使うことによって産業界で潤うんだと、まあ、それが目的になっております。でこの一方で不正競争防止ですね、まあ、これは下に書いてある通り国民経済の健全な発達に寄与すると書かれています。うん、ダーティーな競争については、いくら資本主義の社会でやってもやってはいけないというところでしょうね。それに書いてあったりします。でこの一方で著作権、究極目的は文化の進展だと書いてあります。文化の進展だと書いてあります。結構著作権そろそろ毎年変わっていて、かなり大きく変わってるんですね。かなり面倒くさいという科目になるんですけども、まあ、文化の進展が目的だと書かれています。でさらに言うならば、管轄する官庁がちょっと違ってるんですね。まあ、産業財産権は経済産業省の外局たる特許庁という官庁が管轄官庁になります。でこの一方で不正競争防止法ですね、で不正競争防止法は経済産業省の本省を管轄しています。まあ、だからちょっと近いんですね、かなり近しいということになる。まあ、言ってみたら産業財産権が特別的な法律で、不正競争防止法が一般的な法律ってことに近いかなっていう感じを受けます。だから補完するようなものが不正競争防止法ということになりますので、産業財産権法、特区、実、一生、特に一生と商標かな、やってしまうと不正競争防止法って結構簡単ですね。試験的にはですよ、試験的に理解しちゃうのは結構簡単だというところになるかと思います。でこの一方で著作権、管轄どうかというと文科省の外局たる文化庁という役所ですね。文化庁、ちょっと管轄が違うでしょ、ね、産業財産権、不正競争防止はでっかく言うならば経済産業省は管轄しておりますので、まあ、近しいってイメージですね。でこの一方で著作権だけは文科省の外局たる文化庁ということになりますので、ちょっと違うのかなという感じはしますけども、究極的に言うならばここね、一番そちに書いた通り無体財産権というところは共通の束になってますので、そこから少し考えればなんとか解けるかなという感じがします。そこはね、うん、まあ、そういう体系でやっていくということになりますので、うん、これ何を言いたいかというとね、確かにやる科目って結構多いわけですよ。まず産業財産権、特許、あと実用新案、一生、商標ありますね、特許、実、一生、4つありますよね。でさらに著作権でしょ、あと不正競争防止を6つありますね。あと条約ってあるわけです。で条約も1つで8文字はないので、パリ、PCT、マドプロ、ジュネーブ、トリプス、
合わせると11ぐらいのね。となると、いやこれ司法試験でも6科目なのにちょっと間違えちゃったかなっていう感じがするわけですよ。科目がすごく多いっていうことね、確かに多いわけですよ。だけどこういう束になってるわけでしょ、すべて、ね、産業財産権、不正競争防止法、著作権という束になってますんで、産業財産権さえ制覇するならば不正競争防止法は1科目ないですね、 0. 数科目。著作権は担当しか出てきませんから、そこだけであるならば 0.34 科目しかないんですよ。でそんなに重たい科目ではないってことになります。あと産業財産権、特区、実、意、証も科目4つあるんですけども、これもある程度似ておりますんで、ある程度特許と商標さえちゃんとやってしまうならば多分そんなに科目はないんですね。で司法試験は、司法試験は1科目1科目って重さがありますんで結構大変なわけです。あと判例、裁判例についてもちゃんと理解しとなるところなんで結構大変とってことになるかと思うんですね。そこまでではないってことになりますんで、まあなんだろう、そんなに深いところは聞かないぞってことがありますんで、そこまで深くはないと思うんですね。だから800あれば多分担当は通ると思うんですよ。論文も1500あれば多分通ると思ってるんですね。まあそんな感じでやっていくということになります。そしてそうだな、できればこれ5ページの6番目って見てください。国内の体系ですよね、国内法の体系何かっていうところです。最頂点が憲法だっていうのに聞いたことあると思うんですよ。国内の最高法規が憲法である、憲法98条に書いてありますので、これに関するような法律命令召職等は違憲無効だと書いてあります、でこれ一番最高にあるわけですね。でしかし憲法って103か条しかないんです。でその103か条のうち99条までしか本当は規定がないんですね。残りのところって、明治憲法から日本国憲法に移る際のものが書いてあるだけなんです。で99か条で最高規といっても全て機密することはできないじゃないですか。じゃあこの起点としてどうするのかといったら、日本は当然国民主権ということになりますので、国民の代表者である国会議員の先生ですね、この先生がまず法律って枠を作るわけです。まあ、特許、実用新案、衣装、商標、全て法律ということになっております。あと民法とかね、刑法、司法試験科目ですよね、昔からあった科目です。まあ、これも当然法律という体系になっていきます。でこの後にあるのが命令とか省庁、命令とか規則っていう流れになってるのね。まあ、こういう順番って取ってるわけですよ。ただ問題はこの後ですね、法律の中にも序列がありまして、一般法と特別法っていう規定があります。一般法、特別法ですね、一般法、特別法、一般法と言っているのは誰に対してもどの場面についても適用するものを言います。まあ、典型でこれ民法ですね、民法、民事取引についてすべて民法を適用しましょうとなっているわけです。ただ民法の対象になっているものは有体物、ただ有体物ということになっておりますので、基本的に無体物は基本的に対象外ですね。それ書いてあるものが特許、実用新案等ということになっておりますね。となるとどんなことになるんでしょうか。2つあるのね。でもし民法の規定と特許の規定が特許の世界で違ってる、この場合どっちが優先適用されますかね。もともと民法があったわけです。民法であればちょっと無体財産については制度がつかない、だから産業財産権法という特別な法律を作ったわけですね。でちょっと違っている、その場合については特許の世界においては特許等が優先適用されるってことになります。どこね。あと民法にちゃんと書いてあることであって特許も変わらないものについては民法によるってことになるわけです。これ2つあるのね。ということはね、何を言いたいかというところですけども、ある程度民法って分からないと本当はいけないってことです。いけない、でもね、なぜ弁理士試験って簡単に受かるんだろうというところです。簡単ではないけど、法律学専門でない方も受かるでしょう。結構その方が大体9割以上いるわけですよ。で通常だったら大学だったら何年にやるかというと4年時にやるんです。普通私も4年時にやりました。今3年時から取ってるのかな、あるかと思うんですけど、当時は4年時に土曜日にやっていたんですね。本当に日陰の科目とイメージでした。となると当然4年時にやるということになれば、1から3年時において一般的な法律は全部分かってるって方が履修する科目なんです。じゃないと本当はこれ分からないんですよ。となるとね、おかしいなと、ね、ほとんど受けてる方って民法ちゃんと分かってんのかなというと分かっていないですよ。分かってなくても受かると、なぜこれ受かるんだろうというところになるんですが、これちょっと便図を見てもらいたいのです。ね、これ上げたと思うんですよね。ここですね。これいつも出している例なんですけどね。さて財産権で2つあるぞと私いつも言ってます。財産権で2つあるぞと、1つが有体財産、
弁護士さんが所管の科目ですね、民法等によって構成されているものですね。これはそうだな、ここ1番としましょう。1番で、もう一つ無滞在さん、まあ、特許実用者2章等ですね、2つ目としましょう。2つ目、あと被ってる部分ってありますね、3番としましょう、でね、この2番のところって一体何でしょうね。有滞在者になくて無滞在者だけっていうところです。これ権利を作るっていう過程のところね、特許実用信用衣装とか商標とかって言われてくるものは特許庁に、特許庁に書面出して審査を受けるってことになってます。で、作って権利を与えるという構成を取るんですね。このパーツっていうのは一般の法律にはないんです。ここね、この部分って。で、これが実務だと大体もう 95% 実務ですね。これ弁理士さんってここ 95% が実務、試験でやっても大体6割ぐらいはここから出てくるわけでしょう。6割で出願書面何を書くんでしょうか、まあ、審査請求しましょう、薬列流通知決定には補正をしましょう、分割をしましょう、変更しましょう、こんなものって民法等にはないんですよ、世界としては。だから誰がやったってしょ、これ初めてやるってことになるわけです。だからできるわけですよ。で、さらに今みたいに手続きだってことになりますんで、あまり深く分かってなくってもなんとなくこれパッといくんでしょうね。でもね、今ここだけではない、今の試験って。当然権利を取った以上どうしますか、活用しなければいけないって話になるわけです。活用ですね、活用しなければいけない、ライセンスをする、譲渡をする、あるいは、損害賠償請求をする、権利を守るっていうところね、あるいはそのね、そういう請求をする前提として価値を評価しなければいけないっていうのがあるじゃないですか。この3番ところですね、まあ、これが基本的に言うと法学研究科等で勉強する科目になるわけですよ。ここ純法律的なこと、これは民法の修正ってことになりますので、3番やるんであれば民法分からなかったらこれ難しいってことになります。だから今試験科目においては2番がだいたい6割、3番のパーツが4割って話が出てくるんで、深く聞いてくると極めて難しいのは多分3番でしょうね。3番、3番が極めて難しいとなって、衣装商標ってこの頃は結構深く聞いてくるんです。3番パーツが論文でもね、文系科目だってなんとなく分かりますかね。で、文系の先生が、まあ、試験問題作ってということになりますんで、あまり手続きって興味がないって言ったら語弊がありますけども、ないのかもしれません。で、この一方で権利になった後どうするかとか、どう活用していくのか、あと侵害を受けた場合どうしますかっていうところが極めて多分興味があると思うんですね。だから特に衣装商標と科目については3番結構出てくるわけですよ。で、民法だったらこう、しかし衣装だからこうなるとかね、あるところ、あるいは不正競争防止と著作権、不正競争防止と衣装を比較するならば、衣装特別的な法ですね。で、不正競争防止が一般的な法体系でありますので、さあ両者の関係はどう見ていくのかってことを見ることによって、衣装とはこう見るんだと分かったりするのね。まあ、それが本当は3つ4つ比べながら見ていくっていう勉強になるわけです。まあ、実際そこなんだね。衣装単独でっていうのは通常ないと思うんですよ、依頼等においても。通常だったらある対象を見ました、どうするんですか。ここに書いてあるように、一つのデザイン、一つのものについてはいろんな権利の塊になるわけです。これパッと想起してどうしますかと定義ができなかったら本当はいけないんですね。まあ、試験は科目単位に出てくるだけなんですけども、本当はそうではない、考える詞についてもこれを含めて全部考えないと本当はいけないということになると思います、ね。あちらにあとね、ちょっと挙げなかったけど、ここ著作権不正競争はこれガチに3番だけでありますんで、まあ、どっちが近いんでしょうね。弁護士さんが近いかという感じもするし、弁理士さんが近いという科目になるかもしれません。これはどっちがね、専門家になるかというのは極めて難しいんではないでしょうかね。この3番ですね、著作権、あるいは不正競争防止法、権利を作るっていうパーツがありませんので、すべて3番なんですね。民法の修正でも知的財産権と近いっていうところがありますので、まあ、知的財産権なんで衣装等と近いっていうところがあるので、まあ、どっちが近しいかすかといろんな考え方があると思います。そこはね、ただこれからはこれもできないといけないというところになるかと思うんですね。できれば比較しながら僕はやっていきたいと思っています。衣装だったら衣装だけじゃなくて、いや商標だったらどうですかとかね、あるいは不正競争防止だったらどうですか、そこと比較して商標の論点はと、通常こうなるはずなんですね。単体科目でどうだこうだってはならないというところでしょうね、本来。まあ、そんなことになるっていうのが、まあ、この科目の特徴というところになるかと思うんですね。で、ちなみにちょっとね、さっきのところ少し書いてみてみたいと思うんですね。
一般法と特別法との関係について、まあ、これはちょっと講義でやろうかな。あと最後ね、7ページのところに上がっている8番というのがあるかと思います。条約との勉強と特徴と書いてあるかと思うんですよ。条約、うん、これは他の授業では全くない科目体系になりますよね。ただこれ極めて重要。これによっていろんな国の法体系が決まっているわけです。国際ルールって話になってるんで、これが国内法より上位規範ってことになってます。となるとこの条約に反するような国内法は基本的にないってことになるわけです。ほぼ似てるわけですよ。特許、衣装、商標、すべて大体国際式に似ています。で、違うところだけちゃんと覚えちゃえば大体これ分かるってことになるので、国際条約はこれ絶対必須ですね。必須だけど皆さんこれ苦手なんですね。なぜかっていうところです。一つはね、これ条約は国と国との文書に合意で、国と国なんだよね。で、したがってラフなわけですよ。国内法だと自民党と他の系政党であったらしたって最後は妥協すると思うんですよ。日本人だからっていうところで妥協し合って結構細かく作るっていう国民性でしょ。結構細かく変えてるわけですよ。でも条約の場合については全く主義主張が違う国が集まって合意しましょうって話が出てくるんで、そんなに政治ではないんですね。政治ではない、結構ラフなことになってるんで、何書いちゃってるのかなっていうのはよくわからないっていうのがあるわけです。あともう一つですよね、2番目、成文って言ってありましたね。成文、本当のまあ文章ですね。成文、これは通常だと英語かフランス語、最近スペイン語という科目が入っ言語が入ってきたりするんだけども、成文はフランス語、英語、これ外務省が訳してるんだよね。訳してる。で、訳はちょっと明確ではないとか、時代的に昔の訳なんで今どうなのかなっていうのは結構あったりするわけです。だから、よくわからないなっていうところで、つまらないなって思ってしまうんでしょ、ね、しかしさっき申し上げました条約は国内法より上となっておりますので、必ず国内法から見るならば絶対条約ってこれ分かるようになっています。国内法こうなってるんだ、だったら条約ってこうなってるはずってなると思うんですよ。あるいはね、一番いい例なんですけども、そうですね、例えばこの規定、パリ条約ってあるわけです。で、パリ条約は1883年に締結されている条約でありまして、日本は1900年ぐらいかな、加盟しているはずなんです。うん、まあ、それはいいんですけども、例えばねこの規定、6条の5条の2ですね、これ見ましょうかね。5条の2、そこのカッコ2っていう規定があるんです。これ特許の回復っていう規定があるのね、はい、ちょっと見てください。同盟国は領域の不能によって効力を失った特許の回復について定めることができますか、できるって書いてあるね。で、担当式試験ではしなければいけませんって聞いてくるわけですよ。さてどうでしょうね。これ国内法は平成6年にこれは立法されています。特許の回復という規定が、でも条約とか昔からあるんでしょう。となると、もししなければいけませんって書いてあるんであるならば、昔から日本法ってあったに決まってるわけですよ。ということはね、どう書いてあるかというと、規定がないか裁量規定と読むわけです。読むときってこうやってリンクしながら読んでいくのね、読む場合って。あるいはそうだな、5条2の括弧1というところなんですけども、これ割増料金ってのがあるのね。工業所有権の存続のために認められる料金の納付については存続で言ってますんで、特許だったら4年目以降って話になります。1から3年分は発生料金なんで関係ないって読むのね、読むときって、読む場合って、ね、で、納付については少なくても6ヶ月間の猶予、これ認めています、日本ね、認めています、2が定められると書いてあるんで、これ定めなかったらいけないのね。昔からあります、この規定って。できると書いていないでしょう。だからあるのね、ここって。ただし、国内法令が割増料金を納付することを条件とする場合には、これが納付されることを条件とすると書いてありますので、割増料金について納めるかどうかについては、実は国内法で決めるとなっておりますので、裁量なんだよね。認めてもいいし、しなくてもよいということになるんですね。こんなふうに読めるということになっております。で、これ見ちゃうと、5条2の括弧1、これは定められる、認めるって書いてありますんで、昔からある規定じゃないとおかしいってことになります。で、この一方で括弧2、回復ですよね、ここについてはできると書いてありますんで、条約締結の時に定めなくったって問題がないっていう規定なのね。まあ、それを含めて見ていくとよくわかるぞっていう感じがするんですけどね、僕はね。まあ、いろんなところをこうやって読んでいったりすると、よく実は条約って分かってきたりします。まあ、そこなんですけどね、本当はね。まあ、それを考えてもらいたいというところになるわけです。で、ちなみにね、配っていく教材なんですけども、
一つは、これですかね、先ほど言った、クレストという教材です。でこれに従って私はずっと喋っていきます。でね、昔これ作る契機になったのが、今から十何年前かなの受講生に言われたことがあって、当時はこういうレジュメって私は配ってませんでした。で書いていたんだけど字が汚いから読めないって言われたことがあってね、できれば最初から言うことは書いてくれと言われたんですよ。狂気で分かるように多分ずっと私喋ってると思うんですね。で喋っていてせわしないじゃないですか。最初からも書くものについては書いてくれということだったんで書くようにしたんですよ。でこれが体験になったのがこの中身になるんですけどね、ほぼ自分の頭の中にあるものを書き写したということになります。でこれで多分ね単論全部これいけます。書いてあるんで単答式試験、あと論文式試験ですね、そこまでいけるはず。ただ単答だけ解くかって話になるとプラス単答専科の部分ってあるじゃないですか、料金納付とかね、めちゃめちゃ細かいところ、これは書いていませんので、これについてはこっちアドバンス、これですね、これどの先生も使うんですけど、初版本で私が書いてあります、書きました。でこれを使うということをやるんですけど、めちゃめちゃ細かいんだね、こっちは細かいということになっております。でこれを2回ずつ回していきますんで担当って受かるはずなんですね、受かるはず。でさらにできたら自分でご自分で問題集は回してもらいたいのです。できれば回数回すだけではいけないんですけども、最低限受かるためには10年分3回で、自分は10回回しましたね、10回多い時は30回回しました。でその回回して初めて終わるんです問題って。そこまでやっていないでしょ、多分やった時に多分やっていないんですよ。でやってれば絶対これ受かるはずなんです。でおかしいなって気づくはずなんです、ね。まあ、それをね、もうなんだろうな、時間とお金で買ってるわけですから、知ってること全部喋ります。問題点、あと解き方、ね、あと改正の経緯も全て喋りますんで、それをねしっかりと聞いてもらってぜひねやってもらいたいと思ってるところです。あとね、今日聞かれたんですけど、頭にあるような、構成というか、この世界にあまり論証って多分ないですね。ないで、何年前かな、僕ね2017年かな、2年目の講座を論文やってたことがあって、その時に論証集なるものって作ったことなんですよ。でこんなやつです。論証集って司法試験でよくやるやつです。これ所在趣旨 所在これ論文問題の所在ですね。所在論証結論と、これ普通これで勉強とするんです。法律決定やるんです。ただあまり弁理士はこれがあまりなかったので書かなかったのね。でも最近出てるんですよ、これ見ると全て出てます。特許はそこまでないかもしれませんけど、特に意匠商標です。当時配ったものから全部出ましたね、ほぼ出てるんで間違いがないです。これやり方としては特に意匠商標です、間違いないところなので、配ればね、配りたいなっていう気はしますけどね、できればやっていこうかなと思っています。この基本的な論証ですね、全部ってわけにもちろんいかないので200ぐらいあるんでね、これ全部というわけにいかないので、こんなものもありますよというところですね。一部使いながらやっていきましょう。そうすると多分頭の回転がすごく速くなるというところになるかと思うんですね。あとそうですね、もちろん試験受かることが目標になるって言うんですけども、いつも言ってる通り、どうせね受かったらこれ忘れるんです、正直言って。こういうところでずっと授業やってるから忘れてないだけです、自分って。だけどね、受かったら当然実務やろうが何であろうが専門ってあるよね、当然。で自分だったら商標系とか専門になりますんで、そこだけやってれば通常一生も特許も全部これ忘れるんです。で忘れてもいいのね、いいんです。じゃあなんで資格を取る意味があるかというと、思考力って残ってもらいたいんですよ。思考力、考えること、視点です。なぜこういう問題ってあって、なぜこういう問題って解決はこれが妥当なのかというところです。これ、ね、大学生でもやってるんですよ、本当は。いわゆるバランスってよく言うんですか、法学部って。リーガルマインド、これって本当は絶対重要なのね。これは忘れてもらいたくないんですよ。これさえ残ってれば、全部忘れても構わないのね。すぐ読み返りますから、その人たちみんなね。で問題がないんですけど、いやそれもついてない方が受かると大変かなと思います。それは困るところなんで、自分はそれはないような形でやりたいと思っていますね。そういう形で続けていきますので、ぜひ9月の末ぐらいから始まっていくので、お申し込みになって、ね、書いてもね、ないってない方で、もし賛同いただけるんだったら、お申し込みいただければと思っております。ね、じゃあ、今日はこういう形で終わりたいと思ってるんですけども、あとは個別にね、やっていただければと思います。では、全体はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。